Okay.
Come on.
Thank you.
りがいないよ、あんなやつらはっきり言って。お涙ちょうだいじゃないんだからさ、なんかさ、あれなんじゃない、勘違いしてんじゃない。じゃあもうプロレスのさ教科書作ってよ、凶器持ってきたら退場っていう風にね。5以内ならいいって言うの、それ決まってんでしょ、レフリーも言ってるし。守ったじゃんね、今日ね、うん、向こう守んなかったのは向こうだよ。それに対して文句があるんだったら、うん、プロレスの教科書作って私たちに読ましてやればいいじゃん、向こうだって5以内なら、うん、なんだか知らないけどよ、ほんとちょっとちょっとしやがって、レフリーにとって昔の自分たちと今の自分たちっていうのは気持ち的にも違うし、だから昔は取れなかったピリオドだったかもしれないけど、あの時点で取れてれば本当に大泣きして崩れるぐらいもう泣いてたと思うけど、今の自分たちは違うから、このベルトを取ったからって涙一つ出ない。それは相手にもよると思うけど、今の言った通り、そう、今日の相手のことは やればいいんだよ。狂気だって前から見てわかるでしょ、バカみたいに、あいつあれ子供だからさ、バカみたいに私の顔をさガン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 殴ってすれね、怒りたいのもわかるけど、あれの反則負けになってんでしょ。だからあいつらの方がルール守れっちゅうの、バカだよね本当。遠藤に対してもなんだか知んなけど一生懸命ね、このスタイルっていうか、これ私たちと一緒にやりたいって言ってきて手伝ってるけど、認めたわけじゃないし、見習い期間中、まあいれば余計なとこで手出してきて邪魔なことしやがってって思うから自分の立場をわきまえる。まずそうね、ちらっと見てくれ、同じにしてくれなかったら入れないでしょ、この路線でやってんだから昔から。まあ様子見て、様子見てっていうか、だから私たちと同じ見てくれになってくれないとダメってこと。でもまあ頑張って一生懸命なんだか一人でね、場外で暴れてっから、そんだったら使えるところ。自分の試合より疲れてんじゃないんだ。うん、多分。次の仕方のベルトが、ベルトとの最終的な目標じゃないかっていう。最終目標か。そんなのあんた考えてる。今こう思った時にこれ嬉しいことは嬉しいけど、まだ違うなって思う。そしたらもうやめろってことですか、これが最終的な目標だったら。やってくれよ。いいですか、お願いします。